ハインツ・ホリガーは、スイスのオーボエ奏者、指揮者、作曲家。スイス・ランゲンタール出身。ベルン音楽院とバーゼル音楽院で音楽教育を受ける。ベレシュ・シャーンドルとピエール・ブーレイズに作曲を支持。オーボエはスイスで、エミール・カッサノをパリ音楽院で、ピエール・ピエルロ、ピアノをイボンヌ・ルフェビュールに支持。オーボエ奏者としての卓越した演奏、楽曲解釈とともに、 作曲家としても著名であり、また指揮者としても活動しており、ポーランドなど東欧の現代作曲家の作品などを積極的に紹介してきた。教育者としては、1966年からドイツのフライブルク音楽大学で教鞭をとっていた。大ボへのソリストとしては、1959年にジュネーブ国際音楽コンクールや1961年に、 ミュンヘン国際音楽コンクールで首位を獲得。国際的に名声ある演奏家であり、検定されたオーボエ作品も数多い。演奏家としてのレパートリーは広く、バロック音楽から現代音楽にまで多岐にわたる。ホリガー・ンアンサンブルを主催し、イ・ムジチと共に、ビバルディのオーボエ競争曲の全曲録音を行うなど、主にバロック音楽の録音を行った。また、 ヨーロッパ室内還元楽団を指揮して、シェーンウェルク作品集の録音も残している。妻ウルズラは著名なハープ奏者で、小楽器を用いたバロック音楽から、モダンハープによる近現代の音楽まで、広いレパートリーを持っていた。2017年には、東京オペラシティの同時代音楽企画、コンポジアム2017に招かれ、自作調大作、スカルダネ・リチクルスが取り上げられる。 指揮者としては、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、クリーブランド還元楽団、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団、ロンドンフィルハーモニー還元楽団、ウィーンフィルハーモニー還元楽団、バイエルン放送公共楽団などを指揮している。メーフィルで自作自演を披露したこともある。初期の作品はブーレイズからの直接の影響を受けており、魔法の踊り手や七つの歌のような作品は、 典型的に60年代の現代音楽の前衛イディオムを取り入れた終作であった。しかし、ホリガーは前衛イディオムの限界を早期に見極め、大募へソロのための重音練習曲や弦楽詞重奏曲などでは、ホリガーの関心は奏者の呼吸や非日常的な触感の追求に移っていく。還元楽のための呼吸の弓、アテンボ弦でその成果は頂点に達し、 やがて、ベッケットやヘルダーリンのテクストの音楽化も、ライフワークとなっていく。長い年月をかけて書かれた、スカルダネ・リチクルスは、ホリガーの音楽美学の集大成と言われた、2種の全曲録音が残されている。他に大規模な作品としては、チューリッヒ歌劇場で自分で指揮を取った、オペラ、白雪姫などが挙げられ、ヨーロッパのテレビで何度も放送されている。 1999年にはシフ・アンドラーシュのためにパルティータを作曲。ホリガーにとって久々のピアノ独創作品ということで話題になった。主自の様式混合とともにピアノのキーを半分だけ下げるなどのうつろな音色の使用も特徴的である。日本では当初からブーレーズ文化の一面だけが強調されていたが、2015年の来日時のレクチャーでは、 音楽の本質を学んだのはベレッシュからだったと強調し、その作品を演奏した。ありがとうございます。